さあ行きましょう、ショー TV ダラララダイエットフリークのコーナーということで、今日もお話ししていきたいと思います。今日は体質別ダイエットの、3大栄養素の取り分け方、今日はタンパク質タイプ A、 タンパク質タイプ B をお話ししたいと思います。さあここまで、炭水化物タイプの3大栄養素の取り分け方をやってきた人、そしてもう一つ脂質タイプの、3大栄養素の振り分け方をやってきた人、まあ両方ダイエットをね、両方の食事でダイエットをしてきたと思うんだけれども、まずもし実践した人がいた方、どっちの方が良かったか、でこの良かったかの定義なんだけど、要はダイエットが進んだかどうか、僕は炭水化物を多めに食べてダイエットがうまく進みましたよって人は、あなたはもう炭水化物タイプ認定。そして、炭水化物を少なくして、脂質を多く取ってダイエットを進めてきた方、ダイエットを進めたら、体脂肪が効率よく燃えたっていう方は、あなたは脂質タイプに認定。ということで、ここでもう皆さんの体質がまず分かったわけだ。で、そしたらもうダイエットの総仕上げとしてタンパク質タイプ A、 そして B を行っていこうということになります。それでは早速今日も行ってみます。まずタンパク質タイプ A っていうのは、要は炭水化物タイプだった人ね、炭水化物タイプだった人がやってほしいタンパク質タイプ A の食事なんですね。今日ももちろん2000キロカロリーの人の、食事を例にやっていきましょう。また今日もヨシがここに黒板出してくれるのかな。っていうか俺の顔最近消えるんだよな全部消えんの、もう全部消えるの。もう今あの名ディレクターが後ろでニヤニヤしてるから僕もニヤニヤ笑っちゃったんだけれども、そう、まあいいや、そんな話は。じゃあ早速いきましょう。タンパク質タイプ A です。炭水化物タイプの人が試してほしい3大栄養素の振り分け方、まずタンパク質タイプ A の人はタンパク質を 50% 取ります。1000キロカロリーが出ます。で、1000キロカロリー割る4をすると 250g のタンパク質量を取るということになります。これはあくまでもうタンパク質量だけ、何をどれだけ食べればいいのかっていう説明をすると、サラダチキン12個食えねえよって食えねえよっていう声は聞こえてきそうですけれども、単純にね、今サラダチキンに例えただけです。はい、そして炭水化物を 40% 取りましょう。炭水化物を 40%、2000キロカロリーかける、0.40 ということで、これも見るね。はい、もう計算ができなくなるんだよな、バカだね。200キロカロリー。はい、皆さんこんにちは、ヨシです。惜しかった、野沢さん惜しかったですね。ここで全部が黒板モードになってしまった。カンペ見て間違えてたからちょっとしょうがないですね。ここから少しだけ説明させていただきます。まずダイエットカロリーが2000キロカロリーの人の場合、炭水化物の 40% は800キロカロリーになります。そしたら800キロカロリー割る4をします。そうすると 200g という数字が出ます。これが炭水化物量になります。だいたいおにぎりに例えると5個分になります。次に脂質です。脂質の 10% は200キロカロリーになります。そしたらその200キロカロリー割る9をすると 22g の脂質の量が出てきます。この 22g の脂質の量だと、タンパク質に入っている脂質、炭水化物に含まれている脂質の量でほとんど取れてしまうため、積極的に脂質を取るという作業は行わなくて大丈夫です。そして気をつけてほしいのが、黒板に書いてあるグラムです。タンパク質 250g。これは重さではなくタンパク質の量になります。炭水化物 200g も重さではなく炭水化物の量になります。そして脂質の 22g も重さではなく脂質の量になるので、ここを間違わないように注意しましょう。そろそろ野沢さんにお返しします。早く返さないとね、いじけちゃうからね。
では続きよろしくお願いします。極力脂質を避けることがポイントです。さあ、これがタンパク質タイプ A の食事ですね。炭水化物タイプの人の総仕上げとしてタンパク質タイプ A の食事を行うようにしましょう。 OK、 そしたら続いては炭水化物タイプ B。 はい、またまた失礼します。続いてお話しするのはタンパク質タイプ B です。タンパク質タイプ B に当てはまるのは脂質タイプの人になります。2000キロカロリーの振り分けはご覧の通りになります。タンパク質 50%、 1000キロカロリー、1000キロカロリー割る4は 250g。 ここまではタイプ A の人と変わりませんね。次からの振り分けが変わってきます。それではここから野澤さん、お願いします。続いては炭水化物、今度はこれ極力減らします。炭水化物 10% しか取れません。だから本当に炭水化物を極力避ける、ようにして食事を構成しましょう。そして残りの 40% を脂質で取るようにしましょう。そしてこれは脂質タイプの時にも話したんだけれども、脂質はもちろんお肉、お魚、卵の黄身に入っている脂質、オリーブオイル、アマニ油、アボカド、ナッツ類に含まれている脂質、いろんなものからバランスよく脂質を取るというのがポイントとなっております。で、今日はタンパク質タイプ A と B のお話をしたんだけれども、このタンパク質タイプ A、B のこの食事にももちろんメリット、デメリットっていうのがあります。で、メリットっていうのは、筋トレをしている人とかスポーツ習慣のある人、要は筋肉を育てている習慣のある人、そういう人っていうのは、まあ、筋肉がつきやすくなる、筋肉の材料が多く入ってくるということになるので、筋肉がこう成長しやすい状態になるっていうことがまずメリットですね。そして、あとこの体の糖化を防ぐ、糖化しにくくなるっていうのがメリットですね。で、この糖化っていう言葉、なかなか聞き慣れない言葉かもしれないので、おそらくこの辺にヨシが糖化の説明文を出しておいてくれるかもしれないかな。出して、うん、そう、ここに糖化、糖化は何かっていうのが出るから、ちょっと読んどいてください。これがまず大きなメリットです。そしてタンパク質タイプ A、B のデメリット、もちろんデメリットもあります。まず体に毒素が溜まりやすくなります。やっぱりこの魚とかね、あのお肉、タンパク質タイプはこのタンパク質、魚、お肉を多く摂るので毒素が溜まりやすくなるっていうデメリットがまず一つ。あと、タンパク質を 50% 摂る、もちろん今日は2000キロカロリーの人で 250g だったんだけれども、これが男性でもう少し高いカロリーになってくると結構な量のタンパク質を取ることになるんですよ。そうするとやっぱりタンパク質を分解するのに内臓が常に動いている状態、消化するのに内臓を疲労してしまうっていうのがデメリットの2つ目ですね。2つ目ですとか言って3つ目なかったそうなんです。あのメリット、デメリットがあるので、あのこれポイントとしては、あのやっぱり1ヶ月ごとに食事もサイクルを組むっていうのがあのポイントです。あのダイエットをうまくいかせるコツだから、皆さん炭水化物タイプの食事をやりました、次脂質タイプの食事をやりました、そしたら最後の1ヶ月、その前後の食事でどっちが良かったのかっていうのを見極めて、タンパク質タイプ A、 そしてタンパク質タイプ B をやってみるっていう、こう1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ごとに炭水化物タイプやってみます、脂質タイプやってみます、そして最後タンパク質タイプ A もしくは B をやってみる。これでほとんどの人がほぼ絞れると思う、ダイエット大体成功すると思います。これもポイント、僕今食事のことだけしか言ってなかったんですけども、タンパク質タイプって結構タンパク質取らなくちゃいけないんで、ここはプロテインをプラスしましょう。なかなかね、その 50% のタンパク質を、2000キロカロリーの人だと 250g になるんですけども、250のタンパク質を食事だけで取るってめちゃめちゃ大変なんで、なので、会社員の人とかね、あのデスクワークしてる人はいつもコーヒーとかお茶、ね、お紅茶とか飲んでるところ、プロテイン飲んでますみたいなね、っていうのもいいかもしれませんね。もうプロテインシェイクカシャカシャカシャ、この置いといてカチカチカチ、ゴー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 
はい、ということでダイエットブリーフのコーナー、今日はタンパク質タイプ A、 そしてタンパク質タイプ B のお話をしました、皆さんやってみましょうね。それでは皆さん、ダイエットは明日から。さあ、タンパク質タイプ A、 タンパク質タイプ B、 いかがだったでしょうか。こちらのね、食事法を実践するときはメリットデメリットを十分考慮して、体に負担がかからないように注意しましょう。食品から取れないときはプロテインバーやプロテインで代用しましょう。それでは皆さん、ダイエットは明日から。